大道寺小三郎5月1日から2005年7月21日は、日本の銀行家、道のく銀行、元会長、男女法省1991年、北海道静内郡静内町出身。以下に生まれ、父である、昭子は、函館に大道寺病院を開院した。旧制函館中学、広崎高等学校を経て、東北大学法学部を卒業する。 旧制広崎高校時代の同期には鈴木聖順がおり、一期下には鈴木健治もいた。大学卒業後当初は弁護士を目指して、司法試験に6度挑戦したとされるが、突破できなかったため、渋々ながら、弱い32にして、当時の広崎総合銀行に入校した。入校後においては、不良再建処理に奔走した他新商品の企画にも、携わった。また、 旧制弘崎高校時代における身元引き受け人で、ナコードでもあった、カロウジサ里シよの側近として、青ア羽ア銀行との合併に際しては、大蔵省、与党政治家との接衝にも当たった。1986年、笠西清美東取の公認として昇格する。トップ在任時は、ロシアに積極的に進出するなど他校とは一線を画した、経営手腕は高い評価を得るに至った。 また、カリスマバンカーとして、青森県の経済界においてはご意見番的な役割も担っていた。しかし、陶取から会長にわたる19年間ものワンマン体制においては、歪みも表出し、現会長である杉本康夫や、陶取候補に挙げられた図子俊幸元千村を平然と降格させるなど、 自身と確執を生んだ人物を放逐するスタンスには、内外から批判があったとされる。また、会長就任後には、増田康介、原田和夫の側近中の側近を頭取りに、末事実上の陰性を敷いたとされる。そして、俺は9年で50億円儲けた、収益の5%を、ロシア事業に継ぎ込むなどと、株主総会で方言し、ワンマン会長として君臨した。また、 自身の長女勤務を経て、地方放送局にて、ラジオ番組ディレクターとして、勤務を、香港勤務の経験を買って、同行香港現地法人設立時に、同現地法人に採用したが、長女は、慢性骨髄性白血病の父を看病するため2005年5月に、同行を退職した。2004年から体調を崩し、票に出ることもなかったとされるが、 翌年の顧客情報紛失問題等で辞任する時も辞表は家族が代筆して当時の原田頭取に提出したとされ、自らは校内事情に関してはつまびらかでなかったとされる。そのため原田頭取が直峠案と役員の総辞職を取締役会に提案した際には紛糾する事態となり、集体をさらした。器用法編、激しい障害ではあったが、 地域振興に対しては一貫して情熱を傾け、スポンサーとして多くのイベントを支援したほか、自らが提唱者として設立した道の区文化財団においては、参加施設として、道の区北方漁船博物館、道の区歴史人物資料館を開館させ、博物館には自身が趣味として収集した船舶関連の資料を収蔵させ、 その成果の一つとして北前船への復元に着手し、2005年には、道のく丸の観光と相なった。また、資料館には、青森県ゆかりの人物のほか、かろうサ里氏をはじめ、道のく銀行関係者についての資料も収蔵させた。それ以外にも、行員の提案により、1997年度には、本店屋上に風力発電装置を設置したほか報道者制の、 クラシックカーの購入も行った。図志モ専務は、常務取締役箱館支店長に降格後に、道の区 UC カード社長を経て、ラグノを佐々木に入り専務に就任。杉本は、常務取締役から、取締役古川支店長に降格後、道の区 UC カード、道の区カードの社長に転じた。道の区銀行は、法銀発のロシア進出を遂げているが、 長女の広報部長在任時に同行の特集記事がウォールストリートジャーナル誌に掲載され世界に発信された。ありがとうございます。